はい。フリーライターのいつか笑って過ごせるひまるで,です。えー、今回はですね、えー、最近お騒がせのサーファーたかし氏のことですね。えー、サーファーたかし氏が明日、柏警察署へ、N 国と立花たが被害届を出したか確認へ、被害届の有無なんて本当に教えてくれるのということでね、やっていきたいと思います。はい。 ということでね、えっ、ー、と、軽くおさらいをすると、ええー、沢田隆さんが、ええー、NHK から国民を守る党の大橋議員に対して、ぶっ殺すと、ええー、YouTube かなで言ったと。で、えっ、ー、と、まあ、その時に、あのー、松田美樹議員、新宿区議会議員と思われる方を表して、ミキティと、連呼しながら、ええー、 セクハラまがいの発言もあったという話なんですけれども、まあ聞いていてね、ちょっと、おいおいおいっていう。なんだこいつはと。で、あの、危ないハンドサインもしててね。ちょっと、この人どう大丈夫なのっていう感じだったんですけれども、まあその件について、えー、今日かな今日あのー、サーファー高橋さん本人が YouTube で明日柏警察署に行ってくるぜという話をしていました。で、あの、被害届を出したか確認すると。 もしも出してなかったら口だけだぜ、みたいなことを言ってたんですね。で、ですね。えー、ここ肝心なんですけども、被害届の有無なんて、本当に教えてくれるの話なんですね。えっ、ー、と、ですね。基本的にはね、教えてくれないはずなんですね。えっ、ー、と、捜査上の秘密なので、被疑者になってるかどうかっていうのは、あのー、事情聴取があるまで、 基本的には教えてもらえないんです。で、だったはずと思い、えー、一応あのー、えー、弁護士 .com の方でもちょっと検索してみたんですけれども、えー、同じ意見の弁護士さんが大半で、えー、一部教えてくれるかもしれないみたいなことを書いてる人もいました。えっ、ー、とですね、まあ、基本、基本じゃないな、ね、えっ、ー、と、ですね、あの、で、被害届け教えてくれるかどうかっていうところなんですけれども、 えー、まあ、警察署によるというところがあるんですけど、基本的には教えてくれないと。で、あの、まあ、ああのー、被疑者本人なのでね、サー,ファー高橋さんって、要はその、被害届が出されていればね、受理されていればね、被疑者本人になりますので、えー、教えてくれる可能性はないとは言い切れないんですね。あのー、まあ、柏警察署の人が、まあ、あいっかっていう、別に教えてもいいよっていうところであれば教えてくれると。要は、あのー、 行為ですね。警察の行為で教えてもらえる可能性はないとは言い切れない。ですが、まあ、基本的には教えてもらえないというところなんですよね。まあ、あの、だってね、それを教えることによって、証拠の隠滅をはたかられたりとか、そういう可能性はあるわけで、まあ、沢田さんの場合消さないって明言してますし、もしかしたらないのかもしれないですけどね。でも、一般的にはそういうことが起こり得るわけですよね。 なので、えー、基本的に教えてもらえないんですね。これはまあ弁護士さんとかも、えー、教えてくれないという意見の方が、基本的に多かったです。で、えーとまあ、出てなかったらみたいな話をしてましたけど、まあ、基本的に教えてもらえないはずなので、教えてもらえませんでしたとなるか、えー、答えられないと言われたからきっと出てないみたいなことを言い始めるか。 なのかなっていうところですよね。まあもしかしたら教えてもらって出てたとか出てなかったとかってあるかもしれないですけれども。まあ、なんとも言えないところですけどね。まああのー、あれだけね、警察署の前で動画を撮影しながら言ってるんだから、基本的に出てると思うんですね。まあ受理されてないっていう可能性はないとは言い切れませんけれども。まあ多分、まあ国会議員言ってますしで、受理されてるんじゃないのっていうのが、僕の感想です。はい。 何、うん、ていうかね、うん、多分、ビュー数取りたいんですよね。再生してほしいんですよねっていうところですよね。で、えっと、今回ですね、あのー、この、前僕見たとき、サーファーさんって YouTube に広告つけてなかったと思うんですけど、 ついてるんですね。今回多分再生が多いから儲かると思ったのかもしれないし、もしかしたらずっと申請してたけど通ってなかったのが、今通ったっていう、このタイミングで通ったっていうことなのかもしれないですけれども、ちょそれはちょっとよくわからないですけど、とにかく、あの、広告がついてました。うん。なんていうか、ね、どうなんですかね。 あの、お金欲しかったんですかね。すごい再生は伸びているはずですもんね。うん。というところです。はい。なので、まあ、明日、えっ、ー、と、どんな動画になるかわからないですけれども、結局のところ、行っただけっていうことになるんじゃないのっていうところが、えー、あります。はい。ということでですね、えー、よろしければね、チャンネル登録してください。 えまあ、サーバー高橋さんに関しては、この後もちょっと見ていきたいと思いますし、えまあ、N 国もね、え今後も、ええ、ちラちら動画作っていきたいと思います。まあ、そろそろね、N 国以外の動画もちょっと増やしていきたいんですけどね。なんかあの、まあ結構 N 国党さん、あの、毎日騒がせてくれるもので、あの、毎回 N 国話題になってしまうっていうのがね、え現状です。はい。まあ、えっと、 まあ、あのー、音質が悪いと言われてたので、ちょっと控えてたんですけども、ここ数日ね、えー、まあ、マイク来るのも決まったのでね。ですが、まあ、これからはちょっとちょっと撮っていきたいと思います。まあ、毎日撮れるかどうかわかんないですけどね。はい。よろしければ皆さんチャンネル登録お願いします。フリーライターの、いつか笑って過ごせる日まわりでした